今資金調達を LEK でで億ぐらいですねかめはめ<億>メメ派って打てるようになるのに30億ぐらいかかるんだやっぱ波動という,こう、まあ、スポーツを作ってるんですけどかめはめ派みたいなそういった技を打ち合いながら戦うというそういったスポーツになってます今波動ができる場所っていうのは今世界39か国に展開してます手を前に突き出したらかめはめが打てるとっていう入力もできるようになってます カめはめハを打ちたくて始めたっていうのがきっかけでまあリクルートに入ったんですよねで1年ちょっとやってお前そろそろやめろと上司に言われたんでやめろと言われた時に、にその時にふと思い出したんですよ僕カメハメハ打ちたかったなとカメハメハ打ちたいっって起業した青年がいるぞって知ってほしかったですよね 一度でいいから、ちょっとお話ししてみたかったですね。新ワンタスティック未来。いて。<laughs> ちょっとすみません、あの、ゲストの方。スタジオに来ていただいて、私ちょっと家からで申し訳ないですけど、ちょっと。肋骨折っちゃって、本当すみません、痛くて、いけなくて、すみませんでした、ちょっと。 ちょっと今ちょっと10秒ぶってますけどそんなそんな大丈夫ですちょっと軽く咳すると言いたいぐらいです,すみませんお待ちあだますと大変あのスタジオに一人で申し訳ございませんこの番組はですねえっ、ー、と新たな、えー、テクノロジーとか新たな、えー、アイディアで今まで見たことない未来を作るような企業の方々をご紹介する番組なんですけれども 今日はですね、まあ、ちょっと特別編みたいな感じですね。なんかあの、ニュースでね、おととい昨日かな昨日あの、鳥山明さん亡くなったっていうニュース、ーあったじゃないですか。はい。で、まあ僕もすごいドラゴンボール世代だったんです寂しかったんですけど、まあニュースはね、いろいろ他のテレビとかがやってるんで、まあ、それはテレビに任せときゃいいかなと思って、なんか僕ら経済メディアでなんかできることあんのかなと思ったときに、そうだと思って、知り合いにあの、カメハメハ打ちたくて起業した人いると思って、 あのね、あのー、今回は収録、ファンタスティック・未来のちょっと得意で <laughs>、えー、一回やったことあるんですけども、改めて来ていただきました。えー、株式会社 m ーブの福田さんです。よろしくお願いします。福田 <laughs> さん、日経テレ東大時代に一回来ていただいたんですよね。ねはい。あの時に一回お話しさせていただきましたね。そう。で、えーまあ、その時からずいぶん会社の状況も変化してると思いますから。 簡単にあのあと見てない方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介の方をいただいてもいいですか。株式会社メリープの福田と申します。えっとうちの会社はですね、あの拡張現実ですね、AR の技術を使って、えー、波動というこうまあスポーツを作ってるんですけど、まあどういうスポーツかというとこう,こうカメハメハみたいなそういった技を打ち合いながら戦うという。 そういっったスポーツになってます、まあ、2対2とか3対3のチーム戦で基本的に戦っていくんですけれども、まあ、このまあエネルギー弾ですねを打ち合うこともできるしあとなんかこうバーチャルのシールドを出してその球が飛んできたものをこう防ぐっていうこともできるとでそれでこう攻めとか守りこうこう役割分担をしながら戦っていくっていうスポーツです。 どこにあるんですかお台場と、僕が知ってのもお台場のアカアシティと、あと群馬のなんか駅前に1個あったんですよね、はい、前橋の。あとどこにあるんですかえっとですねあの、日本全国だと10か所ぐらいありまして、ああなんかいろんなところにあるんですよ。東京だと、まあ、お台場、あとスカイツリーと、あと一応あの東京タワーの下にもあるんですよ。え東京タワーの下あります、えっと、東京タワーの下にあのレッド東京っていう、なんか e スポーツが入ってる施設あるの分かります いろんなスポーツがいろんなスポーツというかいろんなこうゲームとかコンテンツが入っている、うんまあ、総合施設なんですけど、まあ、その中にこう波動は入ってますねあそうなんですかちょっと知らなかった前回伺ったきはそこなかったですよね多分ねえっとあったかな結構前からなかったですかねはいははは前聞いた時もその起業なさったきっかけが、はい、カメハメハを打ちたいと思ったからなんでしたっけ そうです、ね、はい「カメハメハ」を打ちたくて始めたっていうのがきっかけで詳しく聞かせてもらっていんですか福田さん今おいくつでしたっけ今37ですけど3な、まあドラゴンボール世代そうですねはいえっどこら最初立ち上げたのが10年前なんですよはいはいはいでまあ昔から子どもの頃からあのカメハメハを打ちたくてこう練習するじゃないですかまあ皆さんも練習すると思うんですけど な, <laughs> なかなか打てずにいろいろ本とか読んだんですよ、うん、そのまあその気候術が使えるみたいな人言ってる人がいるんでその人が書いた本とかも読んで何<う>で何その情報商材みたいなのそんなそんなのありましたっけあるんですよそういう本あるんですよで親に買ってもらって子どもの頃で、うん、まあそれを練習して呼吸法からですね学んでこう宇宙のエネルギーをこう体内に取り入れて発するみたいな まあ、そういうやり方があるんですけど、うん、練習してもなかなかできなかったっていうのがあってですね結構56年やってたんですけどできなくてで改めてですね技術が進歩してきてるなっていうのにあの気付いて、まあ、この技術を使えば、まあ、打てるんじゃないかと。<あ>かはしょったけどはしょったでしょどれ、はい、えっとえそのカメハメハとかを出そうとしてたのは何歳いってなんですか えと小学校から高校ぐらいまでは出そうとしましたねまあ大体そうっすよね俺も小4とか小3ぐらいですげえ練習してましたわはい小5ぐらいじゃあ小5から中学ぐらいにかけて高校ぐらいまでやってましたね高校までちょっと長えな、はい、結構信じてたんですね高校はなんか、あのー、逆にもう攻撃系を若干諦めてもうなんか治癒系に走ってましたね、うん ちゅうって何仙図作るとかですかなんすか <laughs> やっちゃいますあの気 <laughs> の,の力でえっ、ー、と<お>まあ傷を癒すとか病気を治すとか<お>そういう練習してましたねえ怪しい駅前に行って手かざしてくる人たちじゃないですよね違いますよね <laughs> 違います違います確かにまああのー、小学校時代あれですよね私40人で37人なんですけどやっぱり一回何カメハメハー ええ、武空術。はい。あと、まあ、元気玉くらいは練習しますよね。そうですね。武空術もやりましたね。武空術もやんのい、なんか飛べるんじゃないかなと、はい。<laughs> 小学校ぐらいはまだまだ思ってますよね。うん、飛べないんだけどね。そ,ねそっか、福田さんも、じゃあ、ええ、でも、ちょっとあれか、三十七ってことは、ど真ん中は Z とか、ゼッか、GT テぐらいですか。そうですね。僕、あの、アニメ、アニメ見る前に、もう、漫画の原作を、まず、がっと読み。うん 込んで<お>はい。こっからハマったんですけど漫画から始まって兄ちゃん行ったとかですかいや別に兄がいたわけじゃないんですけどたまたま行った病院に全館あって病院の待合室でひたすら読んでましたああ、病院のね待合室あったよ確かに長いからドラゴンボール <laughs> はいそこでハマりました あ,のあれね、背ビオずっといろんなキャラクター出てくるのね。<laughs> なぜかしなきゃど、ヤジロベだけ2回出てくるんですよね。知ってます <laughs> えヤジロベ、なんかいや。あれ、1回キャラクターいろんなキャラクター出てくるでしょシェンロイって。はい、誰みんな走って、国外がて、ブルマン行ってみたいな。だけどなんかミスで、ヤジロベだけ2回出てくるんですよ。1巻から41巻の間,の間に。そう。それは分かあれね。いえいえ、もうお願いしますよ、カメハメが出したい、ドラゴンボールマニアな。 カメハメハ出したいだけですから <laughs> カメハメハ出したいだけどだねキャ,キ,ャキャラクター誰が好きだったんですかドラゴンボールはキャラクターですかうんまあ普通に悟空ですけど悟空に憧れるんだやっぱ悟空に憧れますよねあのキャラクター誰かだ誰ドラゴンボールで誰に憧れるかって結構面白いかもしれなくてなんか起業家とかは 悟空に憧れてそう。なんか起業家ってやっぱ無茶なことするじゃないですか。はい。無茶だけどできると思おが突き進むみたいな。え、悟空以外にどんなパターンがあるんですかいや、俺もほら、昨日結構ツイッター流れてたじゃないですか、ツイートみたいな。はい。で、立憲民主党の米山議員はベジータに憧れたって言ってましたよ。<laughs> <の> <laughs> なんかやっぱ、屈折した感じがいいんですって。って書いてあるツイッターに、<の> X にはね。まあ、結構いろいろいるんですよ。あと誰だろうな。うん トランク…ちょっと若いとトランクスとかね。トランクあとごはんとかも、これ、る可能性ありますよ。ああ、なるほど。うん、そうだ。まあ、タイプ違うからね。また僕は確かにね、無邪気で明るくて、まあ、無茶なもの方に突き進んで、まあ、確かに怒られるわ。だからカメハメハ、出したかったんですかそうですね。もう、あの漫画を読んでから、カメハメハを打ちたいと、ひたすら、ねうん、思い続けてきましたね。いや、まあ、思うの思うし、 けどなそれで起業しようって思わないような高校生ぐらいまでそれ思っててえその後大学は東大でしたっけ大学は僕あの明治大学1回入ってから東大入ったんですけどあそうなんですかはい入り直した大学院院から入ってますね東大はだ大学時代はえすみません高校の時までのこのカメハメを打ちたいって気持ちは一回途切れるんですかそれとも続いてるんですかその後大学時代も一回大学時代は <laughs> 途切れてます 1途切れるんです一回取っれるんですよね、普通に勉強しようと何を勉強してたんですか、それ。えっと、大学時代はあの建築学勉強してまして、うん、僕はあの建築の設計を大学時代ずっとやってたんですうんうんそこ全然関係ないやってますよね。全然関係ないですね。はい、で、えっと、大学院の東京大学でも建築建築やって、で、ただまあ東大、大学院ではまあ建築やりつつ、 なんかこうビジネスの勉強したりなんかビジネスコンテスト出したり企、うん、業の準備を少しずつしだしていった時でもありますねなんでまあカメハメハと一回別にしてなんでこう起業したいなと思ったんですかう,すうん起業なぜ起業したいかと思ったからです、ね、はいまあ普通に就職っていう選択肢とかこう建築学とか設計士っていうのもあるじゃないですかうん,うんうん。そうですねもともと僕はあの建築家目指してたんですけど やっぱり建築家って改めて見るとあの、まあ、昔はこう建築が最先端の技術であり、まあ、アートであったんですけど、まあ、今この時代別に最先端走ってるわけではなくてこう、まあ、IT とかそれこそ AI とか、まあ、いろんなものがこうスピーディーにこう世界を変えていくわけじゃないですか。で一方でまあ建築って環境問題っていう意味では今結構注目されてはいるんですけど。 まあそんなに、あのーまあ、最先端技術で世界をリリ利用できるわけではないなと思っていたし環境問題で建築はあるとどういうことですか,か例えばその脱酸素とかいかに CO2 出さないような立て方をするかとか維持の仕方をするかっていう点で結構注目されてたりもするんですよねただまあ僕がやりたいことってそういうことじゃなかったので、まあ、他の例えばその建築の衣装設計っていうと っていう分野においてはあのー、やっぱり最先端で世界を変えていくような立場ではないので、うん、まあそこで改めて他の分野に目を向けようかなと思っていろいろ不動産の勉強したりとか,なんかこう、まあ、農業やったりとか旅行やったりとかなんかいろんなことやりましたね。そそれはビジネスととしてですかそうですすかうねちょっと 1> 1個ずつちゃんとと丁寧に聞いていてくとなんでこうせ世界の最先端をリードするようなお仕事とかそういうことをしたかったのはなぜなんですか、うん、というよりもその、まあ、建築の衣装設計をやっていてやっぱりこう、えー、社会の中でこう重要視される部分ってそこまで多く、まあ、なかったんですよ。まあ、結局家を選ぶののもも、えー、商業施設建てるのも、まあ、立地だとか あとは何がそこに入っているかとか設備が何だとか、まあ、そういったことが重要視されるわけでまああまりこう市場価値を発揮できないような分野かなとちょっとその時思いましてでもうちょっとその市,場価値市場価値を発揮できるテーマに行きたいなというふうに思ったのがきっかけなんですよね。でこうビジネスを本格的に学び始めたというのが大学院生ぐらいですかね。 うん、で、えっと、農業とかそれな、それ起業してやったってことですか、それ試しに働いてみたってことですか、えっと、まずビジネスコンテスト出して、で、いろんなところでこう、まあ、企業プレ,プレゼンをして、で、一回こう起業もその時にしましたね、ただ、面白くなくて、すぐ辞めました。うん、ああ、ま、今の会社の前にこう立ててたってことですかそうですね、まあ、法人というか、もう個人事業主レベルでの、はい、ビジネスだったんですけど。それはな何やってたんですか、それは。 これはあの、まあ、農業なんですけど卵の、うんえー、生産と販売やってましたね。卵の生産そ,それど,どう革新的なこういにしようとしたんですか卵の生産と販売を。いやこれは別に何も革新的なことではなくて、うん、まあ単純にたまたま,たま卵農家とつながったので、うん、なんかをやってみようかなというノリでやったんだけだけなんですけど。 <laughs> あんままり面白くなくなてやめましたね何が面白くなかったんですかそれ何がというかその逆に面白いと思うポイントって人って結構限られてるじゃないですかうんそこが別になくて単純に興味本位でやったものの自分の興味の範囲外のものだったっていうまあただただそれな,なんですよなるほどはい だまあ別に自分が本当に若くするまで起業したんじゃなくてちょっと、ちょっと手当たり次第というかやっちゃったら、そんな全然面白くなくて、はい、で、まあ、次どうしようかって考えますよね。そうですね。で、どうしたんですか、そのその時で、一旦、あのー、まあ、明確にこのビジネスをやりたいというものが、その時なかったので、まあ、社会勉強するかっていう気持ちで、まあ、リクルートに入ったんですよね。うん、で僕は、あのー 結構コミュニケーション取るのが苦手で人とうん、うん、で特に何、あのー、でしょうね、まあ、例えば年上のこう、まあ、偉い人をこう動かしていくとかっていうのが結構苦手だったんでなんか営業を学ぶかと思ってリクルート入りましたねで1年ちょっとやって、うん、もういいかと思ってやめましたほうほうあそこで営業学びきったと思ってやめたんですか まあ,そうですね、ある程度こう営業を学べたなっていうところがあったのと「あのお前そろそろやめろ」と上司に言われたんでなんでやめろってちょっとって <laughs> そんなこと言われないだろう普通会社に <laughs> 会社にいて言われないじゃないですかそんなこと何なんですかそれなんで言われたんですかそんなこといや言われたんですよよっぽど合わなかったんでしょうねいやいや,いや働いてたんですか <laughs> いやいやあの僕はすごい楽しかったんですよリクルートの営業がすごい楽しかったし、はい、面白かったんですけど 多分上司からすると言うこと聞かないしあまりにもこのまあリクルートの社員として不適合だったんじゃないですかねそんな言うこと聞かないってどういうことですか営業だったらここに営業行ってくれとか、まあ、売上をこうしてくれとかってあるじゃないですかだからそれな何を言うこと聞かなかったんですかあ例えばその、まあ、先輩からこういうことやった方がいいよとかこれはあんまり筋がよくないよとか 言われるじゃないですかで僕はあ,のあまり他人の意見聞かずにもう自分でやって試したかったんですよとにかく自分でやって失敗しないと、はい、自分でやって失敗しないとあんまりこう納得しないタイプで別になんか会社の上司に何と言われようが自分でやってみたいっていうものがいくつかあってそれ勝手にやってたんですけどまあ多分そういうのもあってうん多分向いてないと思われたのかもしれないですね。 ななるほどな上司がこういう風にやった方がいいってアドバイス無視して無視っていうか <laughs> まあそれそこにあえてチャレンジしにいってたんですねそうですねはいなんかやっぱり自分でやって試さないと納得できないなって思ってるところがあって、うん、あ面白いなまあ今ね、あのー、それこそ波動はね全国10か所に今日構えで中国にも進出なさってるんですよね あ、そうですね。中国はあの法人を去年建てまして。はい、本格的に、あの、メンバーもそこに何人か、何人かというか、まあ、今もうすぐ二十人ぐらいになるんですけど。はい、採用してますね。すごいですね。えっと、えっと、ちょ、ちょっと、全、全世界何カ国ででき、日本にある拠点っていうか、その道場、道場っかのフランチャイズかもしれないですけど。<laughs> はい。そうですね。あの、今波動ができる場所っていうのは、今世界三十九カ国に展開してます。三十九国ですね。全世界大会もありますよね。 はい、世界大会もやってます。社員はどれくらいですか？社員はえっ、ー、と日本で四十ぐらいですね。中国でもうすぐ二十人ぐらいという。はい、現地スタッフですか？日本人も含め？えっと現地だけですね。現地で二十人で全世界で六十人、はい、であれですかね。まあ年あ資金今スタートいわゆるスタートアップだから資金調達してってる段階ですよね。そうですね。はい。今資金調達をまあ投資家からいただきながら。 でそのお金でこう成長させていってるっていうフェーズですね。今どどこら辺の段階なんですか資金調達の段階としてはパンパンパン。今ちょうどあのシリーズ C の調達をもうすぐ終えるところなんですけど、今回約十億円はい集めてでまああの加速していくぞってそういうタイミングですね。累計ここまででどれくらいなんですか。累計で三十億ぐらいですね。三十億はい。 すげえな30カメハメハ打ち手っていうと30億集まるとかす集まりましたね <laughs> すげえねあのごめんなさいちょっとあの僕パンピーなんでよく分かんないですけどシリーズ C ってシリーズって何なんでしたっけありますよね A からこうねあそうですはいどこが最後なんでしたっけ ?D が最後なんでしたっけいや最後は特に別にここって決まっているものではないんですよ大体日本だと、はい、まあシリーズ C C あたりが最後になるケースが多いんじゃないかなとは思いますけど。でその後上場しちゃうことこですよね。そうですね。えだから一回目二回目三回目ってことこですよねざっくりとね。そうです。まあよくやるのがシード投資があってそこからシリーズ A B C D とこうつながあの続いていくわけですね。えじゃ次上場するんですか。もう一回調達するかもしれないですけどはい。ええー、上場はしますしますします。ますやっぱカメハメハ。 て打てるようになのに3兆億ぐらいかかるんだやっぱいやもっと欲しいんですけどね1000億ぐらい欲しいんですけど、はい、<laughs> 一千億すごいですね、はい、元気玉みたいにいっぱい世界中からお金集まんないとダメですねあそうですよね元気玉みたいにこうお,<ー>お金がキュンキュン集まってくるとでかいやつが打てるんですけどねでそうかでまああのー、これちょっとね、まあ、後ねそうやって まあ、資金調達30億円して、まあ、ご自分の会社ね、全世界に39億拠点を持つような、まあ、スタートアップの仕様になるから、まあ、それいいっすけど、やっぱあれな、その時全然言うこと聞かなかったんですね。ビジネスパーソンとしてね。やっぱあれなのかななんか人の言うこと聞かない人ぐらいのが、スタートアップの経営者って向いてんのかな周り見てどうですかうん、人によるかもしれないですけどね。はい。うん、あの、もちろん、人の言うことを聞くというのは、 まあ、成功回復率を高めることでもあるので、まあ、賢いやり方、うん、賢い人はあの人の話聞くかもしれないですけどね。うん、だけど福田さん聞かないのね。そうですね僕はあんまり人の話を聞かないようにしてますね。あまあ、そっか リクルートに行ってあちなみにそのリクルートに行く時にその上司と上の人とのコミュニケーションとか苦手だから学んでみようと思うとおっしゃってましたけど、はい、それどこの時にそう思ったんですか,あだか学生時代ですね学生時代いろんなプロジェクトをやってこう、まあ、社外の社,社外のていうかあの学校外の人とかあとは教授とかをこう動かそうということを何度もやってたんですけど、まあ、それがコミュニケーション下手くそしすぎて何度も こうまあ圧力をうんだりとかトラブルになったりっていうのはあったので、それなんなんどう具体的にはな何を教えた教授と一緒に。えっと僕その時その建築のまあ設計にのめり込んでいたんですけど、えー、例えばそのまあ空間デザインの、えー、まあいろいろんなところ例えば学校とか街中にこう空間デザインの、えー、まあ場所を作って、まあ来てくれた人にこう ま体験してもらうみたいなまあ、そういったプロジェクトをやってたんですよ。で、その時にまあいろんな人たちを巻き込みながら物を作っていく必要があったんですけど。まあまりにもコミュニケーションが下手すぎてはい。こう。うまく回らないことがあったので。これはちょっとなんか学んだ方がいいなと。自分でへたって下手って,下手って何でわかるんですか？まあ、下手って分かってたらちょっとこう。改善の余地ありそうなもんじゃないですか？どこ自分がこうメタで見てどう下手だったんですか？それ 難しいこと言いますすねうんそうです、ね、いや自分が見ても明らかにそのうんまあそもそも会話として成立しないわけですよだってなんでしょうね子供の頃からずっとカメハメハの練習をしているような人たちなんでえ人なんであのまともに人と会話してこなかったわけですよ。 言ってないとそうじゃない人もいるかもしれないですけど僕はそうなんですよまともに人間と会話するっていうこと自体を避けてきた人なんで、えー、結構そっち系だったんですかそうですね一人でずっといましたね、えー、なんで人そもそもあの人間と会話するってこと自体が苦手だったんですよ、うん、なのであのもうちょっとコミュニケーションできるようになりたいと。 まあシンプルにそういう話ですね。結構暗めな子だったんですか。いや、暗くはないんですけど。なんだろう。<の>明るくて一人がいいってどういうことですか。ちょっとやばいじゃないですか。一人で明るかったら。<laughs> そうですね。まあ、暗くはないんですよ。暗くはないし。まあ、活発に動く。その人なんですけど。まあ。なでしょうね。うーん。 まあ、一人で森の中走り回っているとかそういうタイプの人ですね。えっえっどこ出身でしたっけ新潟なんですけどい,いるじゃないですかたまにそういうあの自然が好きで森の中森を走,走る。はい。走り回っていたりとか。どういうことそれどういうこと,ううことえっとランニングするってことですかそれとも本当に気候として走ってるってことですかまああの 体を動かすのが好きなのでまあちょっとまあふとしたこのタイミングでまあ外出て走り回ったり<う>まあ木に登ったり電信柱に登ったりなんかそういう人いるじゃないですかいるそんな人 <laughs> いないですか <laughs> まあか僕はそういう人だったんですよそのあまり人と話さずにはい。 まあ体を動かして楽しむっていうそういうタイプの人だったんで、まあ、会話がにそもそもも苦手だったんですよねなるほどまあそういう、まあ、自覚もってじゃあコミュニケーション能力を待と思ってリクルートに行きまあ来た1年半来たえまあそろそろやめろって言われてやめてでどうしたんですかその後とやめろと言われた時にえー 何しようかなと思ったんですよねで、その時にふと思い出したんですよ僕カメハメハ打ちたかったなとなのでああリクルートをやめる時に、うん、カメハメハ打ちまーすって言ってやめてみんなにこう宣言してやめていきましたねあ、やめるやめたらって言われてでやめるかって考えて <laughs> やめるまでにちゃんと宣言して帰って行ったんですねあ、そうですねや,やめろって言われて なそうですね。やることは決めて、カメハメアウトをとそうだよな。メメ会社辞めるとき、次何やるか決まったらちょっとかっこ悪いですもんね。そうですね。だから、ちゃんと決めたんですよ。うん、辞める前に。カメハメアウトって。え、したら何つってましたリクルートの皆さん頑張れって言ってました。<laughs> 優しい人ですよ、本当に。<laughs> 頑張れって。はい。ああ、がン。<laughs> カメハメアウトしますって、その時言ってたのは。 でも今の原型に、今あのあれですよねこの AR グラスみたいなのをつけて、手にもこうちょっと動きを察知するのをつけて、う手の動きで、こうエナジーボールみたいなのを出せるようなのが波動のあれだと思うんですけど、もうそういう具体的な構想はあったんですかいや、何もなくて、特にどんな技術を使ってどう出すかも、別にそこで決まってなかったんですけど、まあ、やりたいことって言ったら、いくつかあって。 まず武空術この2択がまず大きかったんですよ。うん、で武空術は、えー、結構難易度高いんじゃないかと思ってですねいろんな、まあ、技,術技術選択肢のがある中でまあ完全こう例えば VR で浮かんでる風な体験はできるかもしれないけどまあちょっと理想とも違うなと。じゃあ、えーまあ、そういったあのー、なんでしょうね、まあ、ドローン的な装置を 体にこうつけてですね、えーとまあ、空気の圧でこう浮かせるみたいな技術もあるわけじゃないですかでそういうことをやってるスタートアップとかも世の中にいたのでまあそれも一つの選択肢かなと思ったんですけどやっぱ開発難易度はかなり高いなと思ったんですよねなので一旦武功術ラインはちょっと置いとこうとこれまたあの10年後ぐらいに手をつけようかなっていうので一旦カメハメハラインを選びまして。 こっから手をつけようとと決めてやったとえっ、ー、と一つやっぱ AR っていう技術技術に何となくこう注目してたんですけど、えー、何年ですか起業したのが 2000?2014 年なんですけどまあ構想を考え始めたのが2013年ぐらいですねまだ AR って相当マイナーというか知られていないというかぐらいですよねえっとあんまり一般的ではなかったですけどうん、うん、でちょうどその頃うーん 僕あの、まあ、いろいろアート好きだったんですけどあのライズマティクスさんが Perfume の,の作品でこうまあキネクトで Perfume の骨格を捉えて、えー、プロジェクションマッピングで衣装に映像を投影するという技術で作品を作っていた、あのーうん、ものがありましてでそれを見てですねこうセンシング技術と映像出力技術の組み合わせによってもっとエンタメの可能性は広がるし これでカメハメハを打てるんじゃないかとその時感じたんですよねえ、何技術と何技術ってお、えっしゃいましたとセンシング技術ですね例えばその人間の骨格をセンシングするとか人の動きとか位置とかをセンシングするとかっていう技術とあとは映像を出力する技術で、まあ映像とかないか情報とかを出力する技術で例えば手を挙げたらこれが見えるとか手を振ったらこれが起こるとかっていうのができるようになるんですよねうん でこれによって、まあ、例えばこう手を前に突き出したらカメハメが打てるという入力もできるようになる。うん、でこれがまああの技術の組み合わせによって実現できるんじゃないかと思ったのが2013年。で、ちょうどその時き、うん、Google が Google グラスを発表した時期でもありますし、うんうん、今、メタに買収されたのオキュラス、オキュラスリフトが、えー、ちょうどクラウドファンディングを成功させた時期でもあったんですよ。うんうん でなので、この、まあ、グーグルだとかオキラスがやっていたような、まあ、ウェアラブル XR 技術が、まあ、それに当てはまるんじゃないかなというふうに思ったタイミングでもありますね。そっか、ちょうど確かにオキラスが出るちょっと前か、2013、4というのはそうですね、はい、ちょうどクラウドファンディングの年ですね、はい。なるほどな、いよいよそのじゃテクノロジーが追いついてきて、カメラ目は打てるんちゃうかと。そうですねはい マーケットとしてはね、武庫術の方がありそうですけどね、移動需要ありそうだからな。まあそうですね、武庫術できたらもう本当、画期的じゃないですか。うんついそちょっとコンビニそこまでってて、ピュンで飛んでいけるっていう、<ー>なんて素晴らしいんだって思うんですけど。だめ、まだできない、武庫術は。ちょっと難易度高いなって思っちゃったんですよね。うんまあ ね、カメハメハの方は当時の,その AR 技術の進歩でかなりできそうであると思って2014年ですよね。で、思ってからどうしたんですか、それで。思ってから、えっ、ー、とー、まあ、プロトタイプを作り始めまして、まずは、まあ、ちょっとありものの技術の組み合わせで、まあ、誰,誰が作るんですかこれはですねあの、まず一緒に立ち上げたそ共同創業者がいたんですけど、 ほほほ彼とであとの結構ボランティアで手伝ってくれたエンジニアの方々がいたんですよ。でそういった方々にこう協力いただきながら、えー、プロトタイプを作っていきましたね。あカメハメハハ作るからやんねって言ったらどこで仲間集まるか例えばハッカソンとか行ってですね「カメハメハ打ちたいんだけど一緒に打たない?」みたいな「それを作らない?」ってこうエンジニアの皆さんに話をかけて。 声かけてで仲間を集めていって最初まあちょっとお金ないのでほぼボランティアみたいな形で手伝っていただきながら作ってましたね。それはあのー、共同創業者は知り合いだったんですか知り合いじゃない人、うん、あ共同創業者はもともと友達であ友達で。達で,、はい、で彼もの、うん、彼も亀派明派に共感してやろう,してやろうとやろうと言ってくれたので、うん、一緒にスタートしましたね。 でそっか、ダーツハッカーさんとかでさらに仲間を集め。はいで、できたんですか、カメハメハ。そうですね、あの、もちろん、最初は、まあ、本当に理想的な体験では全くないんですよ。<laughs> うん。なんかこう、動きがちょっとぎこちなかったり、映像もすごいカクカクしてたりとか。うん、なんか、まあ、なんか気持ち悪いけど、一旦できたな、みたいなところから、ブラッシュアップをひたすらに続けて、 うん、で、まあ、よりよくしていくっていうのが、まあ、これまでずっとやってきたことなんですよね。なんか私もだかそのたまにハードのイベントとかまあ見る機会あるんですけど、まあ、ちょっと仕事で携わってて、どこに技術の一番難しさがあるんですか、まあ、あの手を動かして、球、えーまあ、が出る、でその球もおっしゃってみて、まあ、確かに今見ると普通にすっといきますよね、滑らかに出ますし。はははいはい、はい まあ,あとはなんだろうないろいろもこうスピードを変えられたりまあちゃなんかエネルギーみたいなチャージしてスピードを変えられたりなんかサイズを変えられたり段数を速くしたりなんかこう多くしたりとか打てる間隔を短くしたりです、はいろいろあるとどこら辺の技術が一番難しいんですか ままだまだ発展途上でではあるんですよ僕の本当に理想としている体験はもうリアルかバーチャルかがどうでもいいぐらい圧倒的なリアリティなんですけどあの目指すものがある僕ら言ってしまえばこうスポーツ競技を作っているスポーツってかなり大きいビジネスなんですよねまあそれこそ、まあ、世界最大のスポーツサッカーだと思いますがサッカーを超えるような 世界最大のスポーツを作りたいっていうのが僕が今目指しているところまあそこは結構なかなかハードルた高めじゃないですかまあただ、えー、リハックではですね、えー、サブスクのまったりリハックという、えー、サイトもやっております、えー、こちらはですね、えー、無駄いとか 経済のト、えー、トーーククとかターーーみたいなのも、えー、たまにちょこちょこ配信したりしてますなんか本名だけこっとした、ちょこっとしたちょこっとした話を、えー、したり意外とそこが面白かったりしてますあと、えー、生配信とかですねたまにやったりしてますんで、えー、皆さんともライブに会えたりしながらお話をさせていただくと、えー、私非常に楽しみにさせていただいております本当に、えー、まあ全然登録しなくても大丈夫ですしちらっと登録していた方は、ね、登録してみてください引、えー、き続きよろしくお願いします